まずじゃあ、えのきくん現状ですね、はい、第9世代にお名前があるんですけれども、はい、年的には僕全然もっと上なんですよね。8ぐらいですかね。そう、まあ、でも芸歴で大体芸歴やってるんですか。そうそうそうなの、そうなの、まあ、それかその声優さんとタメ口聞いてるかとか、はい、はい、そういう感じになってきます、ね、6世代のケンジョウ君とタメ口聞いてるんで、じゃあもう6ですね。そういきましょう。じゃあ6自動的に行っちゃいますかね、はい、これ、はい、行っちゃいますか。できるだけ上行きたいですね。上に行きたいの。上行きたい。珍しいね、みんな下に行きたがるよ、ね、やっぱ 上に行けば行くほど敬われるかなと思って。そうね、先輩という。じゃあ6にしとこうよ。いきますか。え、じゃあはっきりした同期みたいな人はいらっしゃらないですか。あの白井雄介くんとか。じゃあ8じゃん。じゃあ8じゃん。じゃあ8じゃん。一番分かりやすいやつ出ました。そう。